はいどうも梅昆布です。というわけで今回は夜の昆虫採集、第2弾、に、やってきました。あこいつ交尾してんのか、ここにココアがいますね。何匹か、あ上にもココアがいる。蹴ったら落ちてくんじゃないのこれ、昆虫を傷つけないようにしてと。なんか落ちてきた、カナブンか、今カナブンっぽいのが落ちてきましたね。あここにカナブンが一匹いる。これは先ほどね、あの何者のハオトみたいな、怖いな。あ、ノコギリクワガタだ。あれ蹴ったら落ちてくっかな。行きますよ皆さん。来てくるわけねえな、無理だな、絶対無理だ。あんな高いとこ、あの辺りなんですよ皆さん、あの辺り無理に決まってますね。あんなよっぽど細くないと無理ですからね。じゃあまあいいや。おっと危ねえ。じゃあね、次は後編ということでね、やっていきたいと思います。イエイ恥ずかしいな、こう一人でね森で喋ってると。じゃあね、最終に向かいます。よいしょ。あー電気切れた、マジか。よいしょ。なんで怪獣電灯切れんだ、こんなすぐに。怖いねやっぱ夜は。でも、ね、意外と慣れると平気ですからね。はい、慣れるまでがね、やっぱ肝心。うわぁホラゲーみたいなの、こんな森をこう歩いてて。いやホラゲーですよ、俺株式会社闇さんぐらいしかやってないっすよ。いや、やったことはないか。あっすげえドブがあって今、なんだよ。おあ、あ、コクワ。これさ、前編で出てきたやつじゃねえのこいつら、ほら。あ、あのね、前編があるんでね、前編から見てください。あの、前編見てない方は。あっ、あぶねえ、これ斜面になってんの、あぶねえ。しかも、懐中電灯、あ、待って、ほんとに切れたか。あ、よかった、着いた。こんなところで切れたら、ほんとに終わる。スマホのね、電気ぐらいでなんとかなるかなってぐらいで。スマホ電気なんとかなるわけねえか。うわぁ、草が絡みついてきた。なんか、ダニとかさ、ついてくるか怖い。普通に。怖っ。ああ、茶色スズメバチがいる。多分、茶色スズメバチ。あとは、福井ね、ああ、そこにココアか。よろしいもの見つからねえな。今日はね、超特大水牛のこと、赤カブト狙っていきます。なんで怪獣、あ待って、怪獣電灯すげえ綺麗、なにこれ。ちょっと待って、これね、前編でね、見たね、樹液が今日全く出なかった木。あ、スズメバチ来た。こうわ、またブンブン言ってる。怖いね、怖っ。音的にオオスズメだったてか音じゃね、サイズ的。あ、蝶が来てますね、この木は。お、大ゲジでっか、なにこれ、でっか。ちょっとあんまやってて、オスズメバチ来るんで焼いていきます。オスズメバチ怖いんでね。いやぁ電気は切れる。なんかね、最近調子悪いなこいつ。電池をそろそろ取り替えねえと、うん、きついですね。はい、いやこの木、そこのね、もうすぐ行く木がね、おっと、樹液が出てるんですけど、おこれはコクワですね。これも前編で撮った気がする。あ、上にもコクワいるな。話で見えづらいかもしれないんですけど、光があってね。あ、ここにもコクワいる。いっぱいな、コクワ。あ、上にはカナブン2匹ね、奥にそこにコクワ。
猫くんあげますね。あとはこんぐらいか。うん、ココアじゃなくて今日カブトとかなんだよな、欲しいのは。そんな要望の、ね、欲張りばっかり言っちゃいけないかもしれないですけどね。ここは待った、危ねえ、泥沼だ。そうそう、ここ泥沼なんですよ、いつも。なんかショートしたら今こっち人いるはずねえし、こんな夜に人来るはずねえか。動物かな、アライグマとかタヌキ。うん、なんでだから、なんで綺麗んだって。え、待って、ほんで切れてきた。あ、着いた着いた。頑張ってくれ、ちょっと帰ったら電池交換してあげるから。やっぱり夜はね、テンション上がりますね。うん、本当にどんな虫がいるのかみたいなね、楽しみですからね、夜は。夜ならではのね、生き物とかにはね、ですんで、あ、ここから石畳なんで隠します。夜はね、いちいちね、手で隠さなくてもね、ちょっとね、向ける画面を背ければね、もう隠れるっていう、懐中電灯から当てなければ。あ、第3ポイントかな、ここがついたんですけど、うん、何もいない。何もいないな。で、上には何もいないと。はい、あ、なんか手が痒くなってきた。金ね、金めっちゃ刺されたんですよ。まあ、しょうがないですけどね。また切れた。ちょっとこれ怖いな。いつ切れるか分かんないみたいな。はい、じゃあここからまた石畳なんでね、隠します。お、すげえ、なんかエモいな、この雰囲気。うわ、眩しい。自分のところに光がいっちゃった。ま、間違いに向けちゃいました。うわ、眩しいな、ちょっとこれ風景エモくね、これ。エモいっすよね、これ。なんかほら、すげえかっこいい、なんかこの風景。ご神木です、もう早くもご神木になってしまいました。ここでさあ、勝負を決めるか。その前に、あ、ご神木の脇の木から見ますか、まずは。あ、でも何もいねえな。うん、これね、何にもいねえ。ご神木頼みます。あ、これもうご神木、あ、コクワか。さあ、これコクワがいます。スズメバチいる、光に向かってくんだよな、あいつら。スズメバチ対策、離れたところから一回光を向けます。いきますよ、行きますよ。の前に光がつかない。あれつかない、本当に。うい、なんか今飛んだ。あ、オスカブト来てますね。ちっちゃ、ちっちゃ、何このオス、ちっちゃ、ちっちゃいけどオスカブト一応来てましたね。はい、パニックになってるな、虫たちが。ちっちゃ、ちっちゃいですね、これ。あ、メス2のオス1。あ、ちっちゃ、何このカブト、チビカブ、めっちゃ可愛いけどちっちゃ。うわー、カブめっちゃ飛んできた。上にも特にいない。はい、いやー、可愛いな、ちょっとこれ。どうすか、これ可愛くないですか、これ。あれ、そっか、交尾してんのか。ちょっと交尾中、せっかくね、今ちっちゃいカブトムシがね、子孫つないでんですから、ほっといてあるか。これはこの下のメスだけ持ち帰りますね。じゃあ、あとスズメバチが飛んできた。なんか、うわー、来た来た、うわ、来た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 、うわー、来た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 。はい、じゃあね、あ、それでは、またのご視聴よろしくお願いします。それではね、さよなら。